というのは、漢字で書きますと種の保存と書くんですね。こちらのプールの主な役割は、病気や怪我をしたイルカの治療を行います。こちらですね、今ご覧いただいているプールの国道側にちょっと小さいプールありまして、こちらのちょっと小さいプールは床が上がったり下がったり可動式になってます。この可動式になっていることによって、飼育員さんプールの中に潜らなくて治療できるんですね。床が上がったり下がったりできますからね。あとイルカの出産もこちらのプールで行います。イルカは比較的暖かいところで生活をしている動物なんですけども、こちらのプールの温度は1年通してだいたい22度ぐらいから22度ぐらいから25度ぐらいの水温を保ってるんですね。でこちらですね、2種類のイルカがいますけども、イルカの寿命ですね、イルカは何年ぐらい生きるのか、これがですね、イルカの種類にもよりますけども、だいたい20年ぐらいから40年ぐらいイルカは生きられるんですね。このイルカたちですね、人間と同じ哺乳類になるんですが、イルカの体温何度くらいか、イルカの体温ですね、だいたいイルカの平熱は36度5分ぐらいです。人間とだいたい同じですね、36度5分ぐらいがイルカの平熱と言われてるんですね。あとですね、イルカですね、もちろん眠りますけども、イルカとかシャチは半球睡眠という睡眠方法をとるんですけども、この半球睡眠といいますのは、簡単に例えますと、右の目を閉じるときは左の脳を休ませて眠ります。それと反対に、左の目を閉じるときは右の脳を休ませて眠るんですね。イルカとかシャチは熟睡すると呼吸できなくなっちゃうんです。それで溺れちゃうんですね、イルカとかシャチ。で、溺れちゃったら最後死んでしまうんです。イルカとかシャチは熟睡すると死んでしまいます。なので脳を半分ずつ働かせて寝るんですね。あと、ちなみにですね、イルカパフォーマンスご覧いただいたお客様はいらっしゃいますか？あ、結構いますね。イルカ、今日じゃなくてもいいですよ。今までイルカのパフォーマンス見たことあるよってお客様。あ、はい、ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。で、多分、今、覚えてないと思うんですけども、イルカパフォーマンス、ステージ側から、ジャンプとか、向かうときですね、ステージ側から出発するときに、毎回左回りで行ってるんじゃないかと思います。
多分覚えてますかね。あの右に回って出発していくことないと思うんですけども、毎回毎回左に回ったと思うんですね。で、実はですね、イルカたち決まってることがありまして、眠るときなんですが、北半球で生活するイルカは左に回りながら眠ります。それと反対に南半球のイルカは右に回りながら眠るんですね、はい。で、日本、ここ、まあ、もちろん日本ですね、日本は北半球ですから左に回るんですね。これは地形上の関係と潮の流れの関係からそうなってるらしいです。なので日本にいるイルカ、右に回ってるイルカはまずいるはずないですね。もしそれがいたらちょっとそのイルカおかしいなってことになっちゃうね。はい。で、まあ、それをですね、頭に入れていただいて、明日のイルカパフォーマンスまた見てみてください。もう毎回毎回、まあ、眠ってないですけど左に回ってる感じです。なんかサービスしてくれてるから。で、回りながら眠りますけども、こういった水族館なんかは必ず回らなくても寝るんですね。じーっとしたまま寝たりもします。これは水族館ならではですが、なんでそうやってじーっとしたまま寝たりもするのか分かるよって知ってるよってお客様言いますかね。なんで水族館だったらじーっとしたままでも寝るのかって。自然界だったらまあじーっとしてたら大変なことになっちゃいますけども、水族館だったらじーっとしたまま寝ることもあります。これはですね、水族館、これイルカですね、周りに敵がいないこと分かってます。なので安心してるんですね。周りに敵がいないから襲われたりしないってイルカたち分かってますんで、じーっとしたまま寝たりもできるんですね。じゃあイルカのお話このぐらいにしまして、あんまり見えないと思うんで短い時間で通り過ぎようと思いますが、どうぞ入ります。はい、多分暗くて見えないと思いますので、見えればラッキーですね。どうぞ。いますかね。もしかしたらこの車が入った。私たちはね、岩の上に寝てます。はい、今日はラッキーですね。いつもその岩の陰で寝てるんで、全然見えないでやっちゃう時もある。